皆様こんにちは。今日もこの動画見てくださってありがとうございます。今日は肩こり解消ヨガの第2回目です。今から早速ヨガをやっていきたいと思います。誰でもできる簡単なヨガですので、ぜひチャレンジしてみてください。ではどうぞ。まずはご自身の心地の良い姿勢で座りましょう。あぐらをかいても正座でも大丈夫です。次に胸の前で合掌、呼吸を整えていきます。ご自身のペースでゆっくりとした呼吸を繰り返します。肩の力は抜いて顔もリラックスさせていきます。あと一呼吸したらポーズに入っていきます。まず顔を左に向けて斜め下を向きます。その時に右側の肩周りの伸びを感じましょう。もう少し伸びを深めたい方は右手を斜め後ろ方向に歩かせてみましょう。今伸びているところに空気を送るような気持ちで呼吸を続けましょう。はい、それではゆっくりと顔を正面に戻します。反対側もやっていきましょう。ゆっくりと頭を斜め右方向に倒しながら首周りの伸びを感じます。先ほど同様に伸びを深めたい方は左手を斜め後ろに伸ばしていきましょう。ゆっくりとした呼吸を繰り返します。はい、それではゆっくりと顔を正面に戻します。次に肩に手を置いて肩を回していきます。肘が大きな円を描くようにゆっくりと回しましょう。吸いながら肘を上げて吐いて下ろす。ご自身のペースでゆっくりと繰り返していきましょう。それではあと2回繰り返していきます。はい、それでは反対回しをやります。私は後ろを向きますが、皆様は前を向いたままで大丈夫です。先ほど同様にゆっくりと吸いながら肘を上げて吐きながら下ろす。このままご自身のペースで続けていきましょう。肩甲骨が背骨から離れたり近づいたりするのを感じていきます。はい、それではあと2回繰り返します。はい、それでは次に手のひらと肘を正面で合わせます。右手を左の腕に置いて手のひらを合わせます。わしのポーズです。このポーズは肩甲骨を背骨から剥がしていくようなイメージで行います。肘は下げずになるべく肩と同じ高さに引き上げます。目線は正面でも斜め上を向いても大丈夫です。
ご自身が気持ちいいところでゆっくりとした呼吸を続けていきます。はい、それでは手を解放します。少し肩周りを動かしてリラックスしてみましょう。次に反対を行います。もしあぐらをかいている方がいたら足を組む向きも変えてみましょう。次は左の腕を上に置いて手のひらを合わせます。先ほど同様にゆっくりとした呼吸を続けていきましょう。背中を見ると肩甲骨と肩甲骨が背骨から離れているのがよくわかると思います。背中が伸びているのを感じながら呼吸を繰り返します。はい、それでは手を解放して少し首を動かしながら肩周りの緊張をほぐしていきましょう。次に指と指を胸の前で組みましょう。腕を伸ばしてゆっくりと息を吐きながら体をすぼめていきます。今回は上半身、首周りを伸ばしていきたいので背骨の上の方を意識して丸めていきます。吐きながら背骨を丸めて、吸いながら戻る。あと数回繰り返していきます。はい、ラスト1回。それでは少し肩周りを触ってマッサージしてみましょう。どうですか？少しほぐれてきてますでしょうか？それでは最後のポーズに移りたいと思います。指を背中の後ろで組みます。腕をゆっくりと伸ばしながら肩甲骨を背骨に寄せていきます。肩は耳から遠ざけるような意識で力を入れすぎずゆっくりとした呼吸を繰り返します。あと一呼吸しましたらゆっくりと指を解放していきます。お疲れ様でした。最後に手のひらを胸の前で合わせて呼吸を整えます。今日ヨガができたこと、ヨガの時間を取れたことに感謝して、今日のレッスンを終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、第2回目の肩こり改善のヨガお疲れ様でした。第2回目はですね、少し筋肉のお話ししていきたいんですけども、今日もいくつかやっていたヨガの中に、僧帽筋と呼ばれるですね、首と頭の付け根からこう背中にかけて結構大きな範囲にある表面にあるですね、筋肉を伸ばしているポーズがあったんですけども、その筋肉が凝るのも凝ることがですね、結構な肩こりの要因になるらしいんですね。特に上のパーツが凝るらしいんですよ、この筋肉ですね。で、ここを筋肉凝りやすい方って結構ママさんの方とかも多いようですね。やっぱりお子さんいる方って結構荷物を常に持って歩いてたりとかするので、そこのこういう荷物を持つことによってここの筋肉がすごくこうずっとこわばっていることになるそうです。で、今日やったヨガの中にこう首を傾けて
こう下斜め下向いてこの辺を伸ばす、ポーズがあったと思うんですけど、それがすごく僧帽筋には効きますので、少し肩重たいなって思った時にですね、ぜひ全部のポーズやらなくていいので、少しこう斜めに、もう椅子に座った状態でもいいので、斜めにこう首を傾けたりとか、少しこう前の方に持ってきたりとかして、この辺のここの、ちょっと自分で見せるの難しいですけど、ここからこの辺の筋肉ですね、この辺の筋肉を伸ばすこうことを意識するだけでもだいぶ楽になると思うので、こう揉むんじゃなくって筋肉を伸ばしてあげるっていうことを意識してあげるとすごくいいかなと思いますので、ぜひ疲れた時とかには筋肉を伸ばすことを意識してみてください。はい、では明日は第3回目の動画もありますので、またご覧ください。では。